知らない。父上は計画を私に話そうとはしない。これが限界じゃ。もしこれ以上薬を増やせば二度と起きんくなるわい。なら別の方法で続けるしかないわね。痛めつけましょう。彼はこの件の解決のためのたった一つの可能性。ふん、何かあるのじゃな。上様は私たちを信用しようとしないでしょうね。けど自分が龍之介様を殺したとマサルが自白すればこちらの思うようにいくかもしれないわ。ってことは将軍にこの人を渡すの？土産みたいに？そんな簡単に結果は得られないだろう。そうじゃ、ユキちゃんとわしは外にいた時に聞いてたんじゃよ。上様は最近江戸を出られたらしい。京都の天皇のところへ参られる途中だよ。つまり上様は江戸城には不在か。うまくいくかもしれん。側近はどれほどいるかしら。30万じゃ。力の証じゃよ、陛下へのな。それは問題だな。賢者は知る。負けを認めて頭を下げる時もな。違う、無限様は上様のために命を懸けたわ。上様のため真実を暴いて上様の手に委ねましょう。30万に対抗か。無限だったら喜びそうな話だ。愛子さん、いいじゃろうか。この件にユキちゃんを巻き込みたくはない。私は愛子さんを信じます。ユキちゃん。たくま先生、私愛子さんと行きたいです。子供じゃの。お願い、選びたくないの。私に選ばせないで。そうかい、ユキちゃん。もう一度七重と共にしよう。はい、感謝します。上様が今どこにいるかわかるかしら。おそらく中山道にいるはずだ。妙義峠で追いつこう。そのあたり今年は寒くなりそうね。備えて向かいましょう。兵ばかりだ。俺たちを見つけたら殺すように命じられているだろう。ええ、身をさらしても仕方ないわね。注意を引かないようにするべきね。京都への道は長い。上様の天幕は一番上か。そこにいるのも当然か。入り口は警備が厳しい。馬車があるわ。その中に隠れられそう。運んでもらいましょう。賢い作戦じゃの。じゃがもう一つ作戦はある。ああ、そうだ。ここの護衛は酒を楽しんでるようじゃの。やつらを眠らせる薬はあるぞい。ああ、そうだ。まだ財が残っておるはずじゃ。あとはそれを入れる機械がじゃな。いい作戦ね。反逆者の畜生め。私がそれを酒の樽に入れるわ。隠れているであろうか。変装すればうまくいくと思うわ。京都への道は長い。一つを取るため複数の好機がある。つまり選択肢は二つあるってことか。酒に薬を入れて眠らせるか、馬車を見つけて上様のところへ運んでもらうかだな。そして運命へと向かうのじゃ。最後の望みね。将軍様はお怒りになるだろうね。隼人さん、上様への献上品はあなたが運んでくれる？ああ、大丈夫だ。よさそうね。始めましょう。なぞなぞかな。静かにね。今行くわ。鳥の声。誰かいるのか。抜き足。
ごめんなさい。仲間を殺すのは間違っている気もするけど、仕方ないわ。昇が殺させたのよ。ダメだわ。どこだ。待っているぞ、静かに。時間は無駄にしない。少しの間じゃ。足跡だ。見ない足跡。うまくいったわ。私にもらってほしいって。静かにして。数よりも腕が出るな。敵の死に入らない。いい考えじゃの。いい策じゃ。そう、静かに。小刀さん、楽しいわね。いや、そう、馬車。けど、これでいいのかな。これは上様のところへは向かわないわ。山の小さな寺に行く馬車よ。重要。なんでもないぞ。我ながら上出来。ネズミの刃。超えたぞ。今日の友は明日の敵じゃの。どうしようもないのじゃ。移動中よ。ショーの始まりね。気づかれないままで。
小刀さん、起きてよ。そう、見られないようにするの、ね、幕開けね。あ、面白そう。抜き足、あれは用心深くね。誰の足跡だ。持ち場は離れられ、うん、優雅な。ここ、静かにして。いつでも準備はできているわよ。これじゃ遅すぎる。神道滅却。突入する。考えがあるのじゃな。静かなもんだよ。お寺へ向かっております。いつでも準備はできている。させてもらうか。ああ、いつものですね。行け、進んでくれ。静けさが私たちの見せ場。計画実行中。優雅な解決法ね。猫と鳥、そうだね。おう、そうじゃの。落ち着け、集中だ。どうかされましたか。静かに。なもんだよ。お寺へ向かっております。なら検査させてもらうか。ああ、いつものですね。行け、進んでくれ。水のように動け。道がないぞ。音を立てるな。幼児隠れの術、突入する。ってことは俺が敵の気をそらす。今のことは何だ。紛らわしい風だ。何事も優美。寺じゃん。
幕府軍は住人を尊重しているようじゃの。ここで積まれた荷物は上様の天幕へ向かうわ。好機と捉えて良さそうね。叫け！水のように動け。音を立てるな。行かないの？嫌な雪だ。であろうか。京都で陛下をお守りするとは思いもしておらんかった。京都への道は長い。京都で陛下をお守りするとは思いもしておらんかった。京都への道は長い。一日中起きてたからよ。ああそうだ、奴らは幕府の相続を殺したのだ。早急仕事だ。ゆっくりと。はあ、面白そう。賢明じゃの。我が家に突入する。静かに。これそうだ。入る前にマサルを確認しておこう。これそうだ。準備いいわよ。気づかれない。面白そうじゃの。よし、わかっとるな。準備完了。手裏剣術。水のように動け。ここ。柔らかいおじぎ。静かな意思表示ね。計画実行中。あ、準備完了じゃ。凍りそうだ。クマ、行かないの？気を引くんじゃ。すごく鋭いから。生き延びるためにさ、判断は上様がする。イエイ、やった。楽しいわね。ああ。クマ、聞くんじゃ。クマ、行け。じゃあ、早速行けよ。仕事に戻るか。うん。出番じゃ。うん。分かったわい。そうだね。景色でも楽しまんかい？了解。
いるんじゃ。そあれタヌキだ。おい、なんでそんなにうるさいんだ。今は優位に立